どうもこんばんは。で、僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画描いてるものです。僕は任天堂信者ね。いや、今ですね、明日の任天堂の株主総会に備えてですね、京都のね、駅前のホテルに宿泊してます。こういう感じでね、こういう感じで、もう眠いな。一人で予約してんのに、二人用の部屋で、着るやつも2つだし、歯ブラシも全部2つある。これで例えば誰かもう1人泊まっていいよっつってさ、誰か呼んでって言ったら違法になっちゃうでしょ。違法に1人でしか予約してないんだから。今日ももう眠いからね、眠いし、ちょっと漫画作業終わってなくてさ、作業持ってきちゃったんだよ実は。な、それもやんないといけないからもうダメだわ。作画配信してもいいけど、嘘、よくないよくない。そうすると何の漫画描いてるかバレちゃうじゃん。せっかくね、今こっそりね、漫画作業を進めてるっちゅうのに。やっぱコメントはさ、ニコニコの方がさ、嫌よで書ける分さ、活性化してるじゃん。早いでしょ、コメントの速度とか。そしてリアルタイムだから、それを大事にしたい気持ちはあるんだけど、でも YouTube の方は今映像見えてんじゃないの、これ。 YouTube の方って、僕今指何本出してると思う？この指の本数当てたやつは結構すごいよ。ほら、遅いんだよ、だから YouTube。 全員外れっていうのね。全員外れだよ、君たち。で、YouTube の方は一つもコメントがないっていう。映像は両爪で見てる。でもそしたら合ってるはずじゃん。でもこの指の本数当てられる人が一人もいないっておかしいじゃん。見えてるよ、だって。見えてねえじゃん。見れてます、見れてますって言ってんのに、なんで本数当てないんだよ。ああ、当たってる人がいる。あ、遅いよ。はい。YouTube の方は多分これ映像も言ってるってことだな。いやー、京都ね。でも新幹線パックっていいね。僕これからもうここがメインホテルにしようかなと思って、駅前のすぐのところでさ、もうこっからすぐタクシー乗ってパーッと行けばいいだけだから、明日の朝も。で、朝ごはんもついてて、往復の新幹線ついてて、ちゃんとのぞみ号一番早いやつで2万7000円だからさ、2万7000円って言ったら交通費よりもちょい安なのに、この宿泊と朝食がついてるって結構、しかも場所もいいし、チェックアウト後も荷物も預かってくれるし、もっと早く知ってればよかったよ、確かに。だからわざわざね、朝一の始発の新幹線でさ、大急ぎで来てギリギリ間に合うとか、そういうね、ヒリヒリしたことしなくてもいいから。今まで損してたわ。まあ今までは今まででね、ある程度梅田の方にあるさ、黒川紀章がデザインした世界初のカプセルホテルってやつも結構面白かったから、経験としては良かったんだけど、明日は何といっても、明日の見どころはね、まあ何といっても、古川社長が初めての株主総会議長としてね、初の古川新体制のね、株主総会がスタートするわけだから。で、まあ今のところ別にさ、順調に何のもまずいこともなくさ、順調にやれてこれてるじゃん。まあスイッチのとどうなるのかがちょっと不安要素は多少はあるけど、だからまあそんなに僕も質問、例えばさ、挙げられて刺されたらどうしようかって、まだ何も別に考えてないし。よくそうすると、ここでさ、すごいさ、短絡的なね、頭の悪いコメント、こういうこと聞いてきてっていう書くやついるじゃん。例えばスイッチの新型について聞いてきてとかさ、そういうのって別に聞いたところでもう答えがさ、想像できてるじゃん。別にここで新しい発表ができるわけでもないんだから、今後のね、発表にご期待くださいぐらいしか言うことないでしょ。そういうある程度さ、回答が予測できるようなこと聞いたって、ただの一つの質問コーナーの時間の無駄じゃん。だから僕が聞きたいのは、あえて言うなら何もないけど、岩田さんのについてだよ、岩田さん。いや、違うな。それか宮本さんに話を振って、他者ディスをね、他者ディス、他者ディスを 呼び込むかね。宮本さんに振っとけば、大体なんか負けず嫌いが発動して、どうしてもね、入れちゃうから。でもまあ、定番じゃん。宮本さんに E3 の話をさせると、いかにね、他の会社が劣っていて、任天堂が素晴らしいかを言う中で、だけど任天堂の VR って結構ひどいじゃん。それと、
あれほどね、VR やってるのは滑稽だとか言ってたくせに、その任天堂ラボではさらに滑稽なね、ゾウさんの段ボールで作ったゾウさんをパオーンってさせる状態の VR を出してきたっていうことについて、なんでこういうことになったのっていうふうに聞くっていうこともあるから、そうだね、スタディアのことを聞いたら、もうでもさ、スタディアのこと聞いたら宮本さんがどういうふうにディスるかもう想像つくじゃん。やっぱりクラウドゲームっていうのは本当のわずかなね、ラグが生じることで、我々のゲームにとってね、そういうゲーム性っていうのは致命的なラグになってしまうので、みたいなこと言いそうじゃん。だから、ああいったものが、クラウドゲームが主流になるとは考えていません、みたいな。言いそうじゃない？でもね、そういうのも大事だし、ソニーについても聞きたいよね。やっぱ E3 にソニーが出なかったわけだし、ソニーはソニーで独自のことやってるわけじゃん。で、ソニーね、VR でアストロボットっていうね、優れたゲームが出てるのに、やっぱり VR の分野においてはね、任天堂さんはかなり後発というか、随分技術力がね、マリオオデッセイの VR をやる限りでは差がつけられてるんじゃないかなと。そういうのもありますし、あとは4月ぐらいに来年の多分何月か知らんけど、東京オリンピック前にはやりたいって言ってるさ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの任天堂ワールドね、スーパー・ニンテンドー・ワールドのこと、そして渋谷にオープンする、11月にオープンするパルコのね、任天堂ショップのこと、あとはそうだね、映画のことだね。まあいろいろあるよね。でも僕の中で今一番直近で気になるのはマリオカートツアーだな。マリオカートツアー結構ボロ課金でいけると思うけどね。やっぱりでも任天堂の株主総会で質問すると議事録に発言が残るっていうのがいいんだよね。それがね、やっぱいいことだからさ、ぜひね、狙っていきたいね。今のところ何にも聞きたい、特に聞きたいことを全然思いついてないけど、パーッと見てこういう、なんつうの、この任天堂さんからいただいたこの封筒に入ってるね、この招集誤通知を見ても、普通に順調だからね。古川俊太郎社長は所有する当社の株式の数200株、そこいらの人と全く変わらないね。200株しか持ってないんだね。みんなそうなんだよね。宮本茂さん100株、所有する当社の株100株、高橋真也さん所有する当社の株式の数100株、社長だけ200持ってて、あとはみんな僕と同じ100株、まあ僕100株持ってないけどさ、厳密に言うと今持ってないけど、誰も持ってないんだね、任天堂の人ってね。今の株の状況は落ち着いてるよ。3万から4万の間をうろちょろしながら。ドクターマリオワールドも結構楽しみだよね。意外にこういうドクターマリオみたいなさ、地味なゲームが伸びたりする可能性もあるからね。いやー、こういうなんかクリティカルな質問が今のところはピンとこないな、僕も。これ聞いたら面白いの引き出せんじゃないの？みたいな。でもやっぱり宮本さんから引き出すのも大事だけど、あくまで今回は古川さんの初の議長っていうところで、そこを掘り下げていきたいじゃん。みんなね、古川さんがね、確かに地味な顔してるし、全然オーラとか出てないから、道ですれ違っても誰も気づかないようなね、水木しげるの漫画に出てくるモブキャラみたいな顔してるとかいう人もいるかもしんないけどさ、だけど今回は華やかなデビューなんだから、そんなこと言わないであげてよ。できるだけね、古川さんの晴れ舞台を僕たちのね、質問によってね、盛り上げていきたいじゃん。だからきつい質問とかせずに、もう古川さんよいしょの質問をして、うまくね、やっていけたらいいなと思ってますよ。明日雨なんだって。しかも一応こうやってね、ローソンで折りたたみ傘買ったけど、用意周到だから、用意周到で僕は折りたたみ傘買って、で荷物チェックアウトするけど、ホテルに預けたまんま軽い荷物だけで株主総会行って、で9時に開場するから8時50分までには着くようにして、で8時45分に着いたら最初に正門の前でね、自撮りをしてね、任天堂本社開発棟をバックに自撮りをして、それから入っていって、
で、9時にエレベーターの方に行かせてもらえるから、その手前のね、一番受付に近いところで8時55分ぐらいからスタンバイして、で、いいですよーっつって行ったらバッとダッシュしてね。で、できるだけエレベーターの奥の方行っちゃうと、結局あれずるいよな。エレベーターに一番乗りした人ってエレベーターから出るのが一番最後になるじゃん。そしたら結果的にその損するから、一番乗りしちゃいけないんだね。あのね、葛藤あるよね。じゃあエレベーター一番最後に乗った人の方が得じゃんみたいな、あの葛藤だけど、どうしようもないっていう。お土産は多分だけど、もういつもの定番で、まあ、お土産もらうことが前提でっていうね、もらうことが当たり前になってる卑しん坊になっちゃったけど、今ね、株主総会なんてどこもお土産出してない、しょぼくれたね、総会が多い中で、任天堂はね、毎回出してくれるからありがたいのに、そのもらうことが当たり前になってね、どうせポケモンのクッキーとさ、マリオのタオルだろみたいに言うやついるけど、もらえるだけでね、ありがたいと思えよ。どうせマリオのタオルとね、ポケモンショップで余ったクッキーだとは思うけど。あと、お茶ね。綾鷹かなんか。でもお土産を廃止します。どこにも書いてないから、さすがに今年は多分もらえるんだと思うけど。いや、いただけることがね、価値があるんだよ。ほんでもう明日、明後日にはマリオメーカーが発売だからさ、マリオメーカーももう僕今、大忙しだからさ、ドラゴン&コロニーズしかやってねえわ。ゲームも。ぜひね、明日の昼12時ぐらい、任天堂株主総会終わった直後にですね、新しい古川新体制のね、第一歩を踏み出す株主総会レポートしますんで、よろしく。